んばんは。今日は早い。嘘だ。45分から始めたら遅いになるの？間も遅くない？今日も。今日はね、夕方にお仕事終わったんだけど、寝てしまって全てが遅くなっちゃった。今日は早いです。寝ちゃった。仕事終わってご飯を食べて、お昼ご飯ね、お昼ご飯食べて帰ってきて、2、30分ぐらいだけちょっとだけ寝ようと思って、もうすっごく眠くて眠くて、ちょっとだけ寝ようって思ったらびっくりして、起きてすごい時間で。ショック。やろうと思ってたことがたくさんあったのに眠ってしまった。びっくりたんが今日りんちゃんとアニメの話できて嬉しかった。そう、今日お仕事とびっくりたんと同じで、もう溜まっていた、こうしたかったアニメの感想話をね、ずっと楽屋でびっくりたんとしてた。たくさん話した。読み方問題。寝起きではないんだけど、うん、めっちゃ眠い。昨日の夜にあさりの炊き込みご飯を作っておいて、朝にできるように。さあ、それを朝、今日の朝と帰って、その起きてから食べたから、ご飯はなんとか、これくらいのあさりの缶があればできるから。本当はね、生姜とかもあったらそれも入れたかったんだけど、もう何にもなかったから、他にからアサリといろんな調味料だけで、あんまり深みないけど、でもアサリのさ、汁だけで本当にいい味になるから、めっちゃ美味しかった。食べちゃったからご飯ないんだけどもう写真とかないんだけど、魚介大好き。そう。あんまり大きい声では言えないんだけど、ホタテのお味噌汁、青森県産のホタテのね、お味噌汁がすっごく美味しかった。どこで買ったか忘れちゃったな。なんで大きな声で言えないの？茨城大使だから。サンマの缶詰の炊き込みご飯もし、あ、やったことないな。良さそう。茨城愛してますか？もちろんだぜ。夏もありそうだね。早かった。もう11月や。そうだね、これからはあんこう鍋や。東京でも食べられるとこあるから、みんなも行ってみて。
茨城県の花ってバラなのね。そう、バラバラでいいでしょ、ゴージャスで。私の好きな季節、秋飛ばしましたね。なんかもう一気に冬って感じじゃない？鼻の近くにホコリがある気がする。すっごい痒いんだけど中途半端なところにモフモフする。そうだね、11月になったから8人公演復活だね。私も今日久しぶりに劇場公演、公演っていうかあれや、お仕事でだけどちょっとステージ立ってきました。収録なんだけど、そう、11月は本当にイベントがたくさん、お忙しいですよ11月は。しずく公園はね、あの新しいユニットを覚えないと私出られない。あのユニットがさ変わったじゃない。私なんだろう、なんだろう、うん、わかった、わかりました。それを覚えないことには出られない。あーそうだね十クロで、もう十クロで見れないだろうね。戻ったら見るかもしれないけど、十クロではもうね、はい今やってくださいって言われたらもうすぐ泳げる。割と劇場公演だけじゃないんだよね、やったのって。コンサートでもやったことあるからいつでも行けるよ、十クロだ。でもちょっと衣装がおしゃれすぎて踊りにくいのが大変なんです、ジュックローネさん。クローネはどこの国の通貨でしょう。わかんないや。どこですか。今日夜更かしコース、ちょっとね、やろうと思ってたこと、もうなんか、ほんと、こんな寝てしまうと思わなかったから、その分ちょっと頑張ろう。びっくりした。もうよだれ垂れちゃうぐらいぐっすり眠っちゃったすんごい眠っちゃった。何時間？何時間だろうか、 4,5 時間かなぐらい眠っちゃったから、もう夜更かしするしかだよね。うん、結構寝ちゃった。ね、普通にがっつり。
今日コーヒー飲むのか、飲んだ、この配信始める前に飲んだよ。なんかさ、起きてからすぐにコーヒー飲むとすごいスッキリしない？起きたての時ってなんかさ、なんかちょっと気持ち悪くない？それがコーヒーを飲むとちょっと解消されるっていうか、口の中とかなんかこの変な違和感がリセットされてる感じがする。それがすごい助かる。そう、大人にブラックです。でもあの苦さ、何も入ってないやつに慣れたから逆に甘いの飲めない気がする。ミルク買わないまだ。もっとコーヒーが大好きだと思ったら買うかもしれない。珍しい回は、うん、アイスコーヒーしかまだ、あ、でもこの間フラワーパーク行った時飲んだな。あれは何なんだろう。あ、でも水じゃないから普通のコーヒーか。さ、メールにも書いたんだけどさ、劇場公演って、久しぶりに劇場でこう歌ったりなんだり踊ったりってことをさしてきたんだけど、なんか今までほんと、もともとその声量はめちゃめちゃ私ちっちゃかったんだけど、いつもボソボソ声で喋ってるからあんま普段大きい声出さないから、そもそも声量ちっちゃかったし、こういうなんかスーンって感じの声質というか、そういうのだから、誰かと一緒に歌うと私の声ってもうかき消されちゃうぐらいなのね。だからそれが私多分今年は多分お正月のに公演出て、それからずっと、まあ、誰かの何かの公演にちょっとだけ出させてもらうとかは何回かあったんだけど、スーンって何？なんていうのかな、なんかスーンって伝われ、なんて言えばいいんだかのでしょうかね。え、聞こえる？そうかな、なんかザラザラはしてないっていうか そう、まあだから なんだろう。で、今日久しぶりに劇場立って、まあ、だってこんなさ、メールでもこんなやったらどんだけすごい歌歌ってきたんだって感じで期待されちゃうから、ちょっとそんなハードル上げないいてほしいんだけどすごいネタにするじゃんってね。でもなんか歌ってみたら結構返しとかも自分、あ、これ自分の声だって自分でちゃんと認識できるぐらい、なんか何が良くなったのか分かんないけど、ちょっと自分でも分かるようになってきて、それが嬉しいなと思って。だから何でかな、やっぱ舞台なのかな、なんでだろうって思ってたんだけど、でも立ってなかったけど今年はそんなに、でも違う、その分違う活動でいろいろちょっとレベルアップできてたんだと思って、ちょっと嬉しかったっていう話。あ、めっちゃぬるじゃないってめっちゃ言われてたなのかな。でもあれもあれでね、マイクこうやってつけてやってたから、そんなに声量とかもどうなんだろうね。
全然関係ないけど、下くんのいとこが私推しらしいっていう情報が。そうなの？めちゃめちゃ嬉しいんだけど。やったー。なんででしょうか。あーで、ね、ネモハモもね、トレーニングもいろいろね。丸尾さんのトレーニングの子か。丸尾さん、なんか11月から8人公演としてまた戻るけど、2人のやつとかもなんかできるんだったら、それでなんかどれぐらいできるようになったのかなとか見てみたかったな。そうなの、ソロパートはすごいわかるの、自分でも。私一人、もう誰でもそうなんだけど、一人で歌ってるともちろん聞こえるし、うん、歌いやすいはもちろん歌いやすいんだけど、誰と出たいですか？二人公演だったら、もし。誰がいいかな。いっぱいいる。でも関東のメンバーみんなとやりたい。一人ずつこう。あ、マジフリの声量が。あれはまたちょっとね、別だからね。そんなに歌ってないからな。歌とね、こうラララーって喋るのはまたちょっとね違う気が。ひだちゃんと出たいな。うん、お代理オグポン。裏裏じゃ、あれ、うわーって殴りにかかりに行ってる時の裏かな。裏裏は誰でもできるよ、きっと。もう私本当にね、それが一番苦手だった。他のところは全然さ、なんか迷いなくさできるんだけどさ、なんかその殴りにかかるみたいな声が一番苦手。今思えば多分一番苦手だった。本番始まってもなんか「裏ってなんだ？」ってなった。そんな役的に私はそんなに荒々しい声を出すみたいなのはなかったからよかったんだけど、一番さ出さなくない？うわーみたいな。本当に。なんか大体みんなで、なんか最後の曲とかって大体みんなさ一緒にこう、わーみたいな、戦うじゃない。で大体その曲が始まる前はみんなで一緒に「オラー！」って言うっていう感じだったんだけど、さ戦うぜみたいな。クローズとかああいうさドラマとか映像の作品でもさ、なんかさ一斉に「殴りかかります」の前ってってやるじゃん。いや本当に分かんなくて。鉄板の流れって。あのぶっちゃけ本当今だから言えるんだけど、ライの時本当に分かんなくて言ってなかったかも私。
これ秘密ね。これはあんまり大きな声では言えない案件なんですけど、本当にもうよく分かんなかった。うーんって、だからもう自分の中で設定を、私はあれ、あれだって一番強い設定だからみたいな感じだめ、丸尾さんに言わないで。これ秘密なんだ。これはあんまりそうバラしちゃいけないよ。これはやってたけど、外伝の時もちょっとよく分かんなくて、私はもうずっととか言ってる風だったけど行くぜっていう気持ちだけ、気持ちは誰よりも負けてなかった。それは今だから言える秘密ね。あのゆいゆいとか本当になるちゃんとか、そのうわーみたいなっていうのすごい上手だなって、これもこれの裏はもうなんかすごいなって、ほんと唯一その声だけ本当に分かんなかった。っていう思い出話。ずっといいなって、上手って言ったらあれかもしれないけどすごいなと思って、何普通にリンとマリアージュいけるはどういうことだ。マリアージュってこの間のお料理のやつ、どういうことだ。料理がうまいって褒められてるということか。マリアージュ、クローナー北欧のお金みたいです。ああ、そうなんだ。でもきっと地方っていうか場所はなんかそんな感じする。手紙を読みましたか。読んだよ。今日劇場で受け取ったお手紙はね、読みました。可愛いあれも、生誕のメッセージカードがたくさんみんなが書いてくれたのが貼ってあるやつ、アルバムだ。アルバムも届いて嬉しかった。表紙がねすっごい可愛い。そこにあるんだけど、ちょっとまた見ます。まだ全部読み終わってない。3ページぐらいまでしかまだ見てない。持ち帰ってきたの。めっちゃ可愛かった。フェルトでね表紙いろいろ作ってくれてすごい可愛いの。31日のスモワールコスプレしますか。だってあれだよ、ハロウィンですよ。あるかもよ。インスタに載せた、あれ、そうそうそう、可愛かったでしょ。誰が作ってくれたのかな、女の子かなやっぱり何それ漢字が読めないんだけど、何これどういうことこれ暴虐っていうのは何て言うのかな、これ。ボルディボーさん、何尊敬してくれてるのかな、何だろうどういう意味何でしょうこれは。お客さんも仮装した方がいい。スモアル多分そんなルールは私が知る限りではないかったと思うから、あの したかったら全然していいと思う。うん、決まりはないはず。いいと思う。
加速したら割引ある。それ知らなかったんだけど。そうなんだ。おお、じゃあ勇気を出して頑張ってください。特攻服着てくるの？持ってるのすごいね。せっかくなので仮装します。いいねいいね。何の仮装持ってるんだろう。何かしらの仮装持ってプライベートでってことかな。このお家に持ってないね。普段着の仮装ですあり。どうだろう。じゃあハート強くして、俺はこれは仮装なんだって言って頑張って受付の人に認めてもらうまで。ハートの強さを試されますね。オタクの仮装が一番幸せ。いいと思うよ私は。ん、電車から仮装して、でもそういう人はみんなさ最寄りの、でも入り口でその格好してないとダメなのかな。どうなんだろう。みんな握手会の時とかってどうしてたの。時々いたんだよね、なんか何かの格好をして会いに来てくれる人が。でもあれはやっぱりお手洗いとかそういう場所があったからね、中に。でその格好してからレーンの受付とかしてたんでしょきっと。スマールの場合はどうしたらいいんだろうね。やっぱあれじゃない、国際展示場とかさ、有明テニスの森駅からの格好、その自分の格好をして受付に行くんじゃないの。家からはやばいよ。それはハートが強すぎる。ああいうのってさ、なんだろう、招待する側はさ簡単に言うけどさ、なんかああいう格好してきてねって、どれだけさハードルが高いことか絶対分かってないよね。いや、こっちの気持ちになってると思わない。私たちはもうさ、まあ、そういう格好をさして出るからさ、ちょっとあれなんだけどさ、そんな簡単にさお客さんに向かってさ仮装してきたらみたいなやつさ、結構どんだけすごいこと言ってるかさ理解してますかって思わない。結構大変ですよって、まあ、それをしてくれるからまあまあれなのかな。ねえ、なんかお仲間がね、お友達とかいてその人と一緒に行くのはさ全然楽しかったり、みんなでやってるからなんか行けるところがあるけどさ、一人の時とかも結構きつくない？私は絶対無理だ。ディズニーの帰りですとかああいう時はちょっとなんか何かが出てるから大丈夫だけど、でもやっぱり10月31日はそれが許されるから、許される日だから行けるの、なんか行けるみたいな感じのコメントが今見えたから。この間全然ディズニーの近くの駅じゃないのに、おそらくディズニーから帰ってきたんだろうなっていう感じの格好をしてる人がいて、
ずっと可愛いこういうのつけててからさディズニーの魔法ってすごいなって思って、ずっと魔法がかかっているだって全然めちゃめちゃ遠い離れてるところなのにキャリーを引いて、でも可愛い、なんかあ、なんかあれでも耳だけじゃないとか、耳だけっていうやつじゃなくてペリってここでつけて、ここにキャラクターがドンっているみたいな、そう微笑ましかった、あー楽しかったんだろうなって、まだつけてるなってすごい可愛かった、かぶり物、あ東京駅いるよね、東京駅はだからいるたくさんいるんだけどさ、もうちょっとなんか離れたところで見かけたから、いつ外すのかなって見てた、ロビーに着いたら外すんかな、あれは。で最近全然行ってないや、いつが最後だったかな、とんでもなく雨風強い時に親友と2人で行ったのが一番記憶に新しいかも、よくこんな日に行ったねみたいな時に行って、でも結果晴れて夕方とかいうぐらいに、だから人気のアトラクションとか乗れたのが良かったんだけど、その時にね初めて C かな C に行ったんだけど、その時にソアリンっていうブランコ映像を見るみたいな感じのめちゃめちゃ人気のやつが、なんでしょうねこの動きはブランコの動きだねそんな動いてないんだけど、そのアトラクションそれを乗ったんだけど、すっごい綺麗で感動した、だってそこで一緒に見た人たちみんな終わった時拍手してたぐらい、本当におすすめ、乗ったことあるかなみんな、めちゃめちゃ感動する、びっくりした、そうそう足がそう浮いてるやつ綺麗すぎてびっくりした、あレイジングスピリッツ、私が唯一余裕を持って楽しんで乗れるジェットコースター、タワーオブテラーは高校生の時に行った校外学習じゃないけど、なんだろう遠足じゃないけど、その遊びに行った時に一回乗ったんだけど、クラスのこと死んだ、もう一生乗らないと思った、無理だった、もうあのこのうーって降下してる時のみたいなやつがもう本当にダメで無理だった、こういうのはっきり乗らないって言わない方がいいって分かってるんだけど、もう一回言う、絶対乗んないもん、無理それぐらい無理こうやって気を使ってもっと違う言い方した方がいいのは分かってるよ、まあ、なんか克服したらまた乗りたいと思いますとか、そういう和らげた表現をした方がいいのでしょうが、しません、宣言、もうそう絶対絶対乗らないよ私は、だいたい乗らないでさ、なんかあの乗ればよかったみたいなそういう後悔ってあるけど、乗って後悔したの初めて、やばい、隣に我がっちょいようがもう絶対無理、なんかもううーって下がってる時に本当になんかひどいよね、あれすごいいい景色を見せてきてさ、わーわー綺麗いいって
いって言わないうちにわあ綺麗みたいなならない？感動させろやって、うーいっていううちに落とされて、うん、なんか落ちてる時なんか言葉が出てこない、もうなんか召されるかと思いました。あ、もうふわって浮いてるのが無理、一瞬とかじゃなくてずっと浮いてるのが、そこが楽しいんだよ、いいな、楽しめて羨ましい。スプラッシュはまだ大丈夫、USJ？ あれ？恐竜のところのやつはなんか重い、すごくなんかよく漫画であるような一回上がって下がってこうなんかこう回転しながらういって感じで進んでいくんだけど、なんかもう漫画でよくあるようなこうグギギギギみたいな感じが無理だったわかる？なんか歯茎とか見えちゃうぐらいのさ、いいみたいなあれが無理だったな。あと TBC の上にあるところの後楽園っていうんだっけか、あそこもあのなんか窓がさ、窓っていうかビルに大きい穴が丸があってその中をくぐっていくやつ、あれも重かった、すごく G がかかるっていうのかな、あれは来た玲奈ちゃんってこと、しおりちゃん佐藤しおりちゃんっていう子があの卒業しちゃった子たちなんだけど、の全然乗る気なかったのにまたあの佐藤氏になんかジェットコースターの楽しさみたいなのを熱弁されて言いくるめられちゃって、乗れみたいな流れになって乗ってまたチーンって終わってからチーンってな、だいたい勝利にそう説得されてだいたい言いくるめられていろいろそう、もうあれは完全に乗らされたよね。早くてそうめちゃすごい、もうああいう自分の好きなものをプレゼンしてる時の勝利は本当にすごいよ、すごい輝いてる。おい、私より先にお休みを言うんじゃないよ、もうそんな時間、嘘でしょ、ほんまや茶番、おやすみそんな時間か、もう早かったな、ダメだって私より先に行っちゃう、なんか異常に言われてる気がするんだけど、気のせい？気のせいかな、待ってましたとはどういうこと？おやすみ、また来るね。